テメシュバール包囲戦は、王土戦争中の1716年8月31日から10月12日まで続いたテメシュバールの包囲。包囲戦は、オイゲンフォンザボイエン率いるオーストリア軍の決定的な勝利に終わった。テメシュバールの軍勢は、数度包囲を突破しようとしたが失敗に終わり、樹幹から作られた柵で強化された土星の防御工事は、数度にわたる、 激しい砲撃に耐えられなかった。戦後のテメシュバールには、軍政が敷かれ、1778年6月6日に、ハンガリー王国による統治に移行するまで続いた。オスマン帝国は17世紀末までに停滞期に入った。大トルコ戦争において、ハプスブルク家は1686年のブダ、包囲戦で、ブダを奪い、1688年には、ムレシカワ沿岸のセゲド、 アラド、リポバといった一連の要塞を一時奪取するほどだった。しかし、オスマン軍が1689年末から1690年初にかけてティミショアラ要塞を包囲した結果、ハプスブルク軍は撤退した。1695年中、スルタンのムスタファー2世がティミショアラとリポバ両要塞を視察して要塞への増援を命じた。1696年7月、 ザクセン戦帝公、フリードリヒアウグスと一世率いるハプスブルク軍が、ティミショアラを、包囲、8月初には、要塞周辺で大砲など工場兵器を配置したが、包囲は、失敗に終わった。1697年9月11日、オイゲンフォンザボイエンの軍勢が、ティサ川を渡り、全他の戦いで、オスマン軍を撃破した。オイゲンフォンザボイエン、1718年。 1716年に、オード戦争が、再び勃発すると、オイゲンは8月5日のペーターバルダインの戦いで、再び、オスマン軍に勝利、補給が足りていたためさらに進軍して、ティミシュアラに向かった。ハプスブルク軍の人数は、約4万5千で、軍馬は2万3千匹以上、野砲は50門、工場砲は87門だった。 オスマン帝国の中流軍は指揮官がボドルムスタファパシャで約1万6000人と大砲150門で構成された。オーストリア軍による包囲の地図。矢印が北を示す。部隊と兵器の配置が示されている。ティミショアラ要塞は常に修理されていたが、防御工事の大半が上塗りされた時間から作られた、柵で強化された土星のものであり、18世紀の 大砲に対し効果的ではなかった。石像だったのは城、モスク、そして南側の岸先にあるアンジェビに要塞だけであり、それ以外は木造だったため炎に弱かった。1716年8月21日、ヨアヒムイグナーツ本土天藩将軍が14個、騎兵大隊を率いて、ティミシュアラに到着した。8月25日には、パルフィアの王主率いる16個騎兵大隊と、 カール・アレクサンダー・フォン・ビュルテンベルク率いる10個、不評大隊が、ティミシュアラ近郊のバーイグ・ソメアに到着した。オイゲン・フォン・ザ・ボイエンなど残りの部隊は8月26日に到着した。パルフィア・ノーシュ率いる騎兵は、ティミシュアラ要塞の南に陣地を構え、オスマン帝国が増援を派遣することを防ごうとした。オイゲンは、参謀本部、不評、砲兵、そして騎兵の一部を、 要塞の北側に配置、これによりティミショアラは完全に包囲された。包囲軍は手榴弾約3万枚とか約760トンを有した。8月28日、包囲軍はボドルムスタファパシャが夏に使う別荘を占領した。この別荘はオスマン軍が撤退する前に火をつけられた。包囲戦は8月31日に開始した。9月1日から15日まで。 両軍とも戦闘を準備した。包囲軍は3000人を投入して、パランカまでに並行する残豪とジグザグに進む残豪を掘った。9月5日、大砲9門を有する砲台2門が設置され、6日には大砲5門を有する砲台1門が設置された。このうち6日に設置された砲台の射程は、オスマン軍の防御工事に届いた。8日、残豪が、柵に、 ほぼ届く距離にまで掘り進まれ、包囲軍は、袖で掘りを埋め始めた。9日の夜、オスマン軍は、掘りの埋め立てを防ぐために袖を松明で燃やそうとしたが、松明の明かりで場所がバレたため失敗に終わった。10日には、シェーンボルン竜騎兵連隊が、オスマン軍の攻撃を跳ねつけた。9月16日より、砲撃戦が広く行われるようになり、 大砲が到着して設置されるごとに激しくなった。17日には最初の降伏勧告が行われたが、オスマン軍に拒否された。20日から22日にかけて、城壁に最初の裂け目が現れ、ベーレルベイの妻と息子二人が砲撃戦の最中、自宅で死亡した。一方、包囲軍側でエティンヌドスタンビル率いるシビウの14個、騎兵大隊、 4個不評大隊、3個敵弾兵中隊、2個強硬騎兵連隊が、アルバユリアからティミシュアラに到着した。この時点でオイゲンは70個連隊を率いており、その構成は32個不評連隊、10個竜騎兵連隊、22個騎兵大隊、6個軽騎兵連隊だった。9月25日、両軍とも激しく砲撃した。翌日、 オスマン軍がベオグラードから到着、包囲を破って要塞に補給を届けるために、南から3回攻撃を仕掛けた。援軍はあらかじめ守備軍と同時に攻撃することを合意したが、予定された攻撃時間より早く攻撃を仕掛けてしまったため、援軍の攻撃と守備軍の攻撃は、各個撃破され、援軍は撤退を余儀なくされた。9月30日。 包囲軍が戦死455人と、負傷1487人で保障りを占領した。10月1日から10日、包囲軍はさらに準備を進め、大砲を配置した。11日、包囲軍は要塞を破壊するために大砲43門を用いて、大規模な砲撃を開始した。砲撃は夜通しで続いた。幸福交渉の様子、1720年の版画。 10月12日の午前11時半、幸福を表す白旗が両方の上に現れた。幸福の条件は下記の通り。トルコ人は10月17日に要塞から退去、オイゲンは翌日にティミショアラ要塞に入った。ルーマニア人とセルビア聖教徒466人、ユダヤ人144人、アルメニア人35人がティミショアラに残った。 オーストリアが1717 17年のベオグラード、包囲戦で勝利すると、オード戦争が、翌年のパッサロビッツ条約で終結、テメシュバール要塞を含むテメシュバールバナトが、ハプスブルク帝国に譲渡された。テメシュバールには、軍勢が敷かれ、1778年6月6日に、ハンガリーによる統治に移行するまで続いた。しかし、要塞自体は、 オーストリアの軍政に置かれたままであり、1860年12月27日にバナト自体がハンガリー王国に組み込まれるまで続いた。ありがとうございます。